皆さんこんこにちは今日はこのリミットの練習ですね。でこれリミット x がゼロで cos が1になるから1-1でゼロ s i n x がゼロの場合はゼロゼロ倍ロでえ値は何になるかということですね。でリミットの問題でえ受験の前に必ず覚えておかなきゃいけないのは ラホピタル。ムですねこれを必ず覚えておいてください。これス,スイス人ですから何かフランス語となんかいろいろ混ざったこういうのがついてますけど「ラ・ホピタル」で何かっていうとリミット例えば x を0にして fx, gx これが両方と0に行く場合ですねはリミット x x0 のこの微分両方で微分を取ったその比率でえやれば答えが出,出てくると。 で実はこれこれにエクステンションがあってこれもまたゼロでこれもまたゼロになる場合どうするかっていうともう一度微分するんですね。ということはえでこれはどっから出てくるかっていうとまあマクローリング展開して出てくる話なんですがえこれを覚えておくと非常に便利です。というのはこれ簡単に出ちゃうんですね苦労しなくても。 これ上微分すると、リミット x の0、えー、これは sinx ですね、x あ、これがマイナスがついてますからそれでこれが cos、x、と。ということは、リミット x が0の t a n ェントですね、t a n ェントゼ0は0ですから答えは0ということで必ずこれを覚えておいてください。 これ簡単に、えー、リミットが出せるすごく有効な手段です。えー、今日の単語はまずフリクション。フリクションっていうのはあ摩擦ですね。えー、物理でいうあ摩擦抵抗その摩擦も摩擦ですが人間同士のその意見の違い、対立それもフリクションですね。で 例えば彼と彼女はいつも仲が悪い。She and he has a friction all the time. っていう,ような言い方ですね。The friction というと何かにつけて何かガタガタ揉めてるということですね。次がこれが reconcilable というのは Uh, というのが出てきましたね仲良,くする仲良くできるとそれに IR がついてこれは仲良くするのは不可能だというような意味ですねで、uh, they hate each other 彼らはお互いに嫌ってるから they are irreconcilable、えー、彼ら仲良くなることは不可能だ というような言い方に使います。